おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野文夫が、今日も両徳は弁天公園から皆様にコミュニケーショントレーナーとして、コミュニケーション上の重要なテクニックを一つプレゼンテーションさせてください。今日は10月は16日日曜日ですね。とてもいい天気になりそうです。はい、この2週間はですね、今日が最終、シリーズ最終になりますが、ストレスをどのようにコントロールできるかという、まあ、私なりのいろいろと研究してきたですね、結果をお話ししました。まあ、7つのですねテクニックあるんですが、まあ、今日は最終、今日で終わりになります。はい、最終日にですね、お伝えしたいストレスコントロールの方法はですね、はい、結論、目的を忘れちゃいかんと、目的思考で生きなさいというお話です。目的思考、一体何だ。目的をしっかりクリアにしてですね、行動しないからいろんなところでぶつかったり、おやらなくてもいい口論とか喧嘩になってしまったりするんですよ。その人の行動におけるですね、目的を常にクリアにして、その目的に向かって走りなさいということなんですよ。はい、資金の例からちょっとお伝えします。私はですね、もう30数年になりますが、早朝連行太極拳に出てます。陽明寺式24式連行太極拳って言うんですけれども、全くですね武術性がありません。いくら稽古してもですね、武術家としては強くなれないと思います。そのことをですね非難する人が随分他の流派にいます。格闘系太極拳とかですね、格闘家に言わせると、ああ高野さん、あんたら踊ってるじゃん、踊りを稽古してんだねってこう言われますけども、その通りです。健康のためにやってますから、呼吸法を大切にしてですね、体中に素晴らしい気と血液の循環を狙ってますので、全然私はそう言われてもですね気になりません。はい、今日も行くんですが、空手はですね、これは私どものやってる松濤会の空手はですね、日本の伝統空手ですけれども、スポーツ空手ではありません。一撃でですね人を落とす一撃必殺のですね技を研究してます。もう55年もやってますが、この空手はですねスポーツとしてやってませんから、一撃必殺のアートですね、アートを求めてます。だから今一種の芸術ですね、芸術です。はい、もう一つですね、もう一つはですね、じゃあですね護身術としてはっていうとですね、護身術、はい、私はいろいろやってみたけれども、太極拳も空手もですね普通のストリートファイティング、喧嘩には使い物になりません。空手なんか危なくて使えません。下手するとですね、クロスで当たると殺してしまう心配があります。じゃあ何がいいかというと、私はですね尋ねられたらお答えします。喧嘩に強くなりたければボクシングかキックボクシングをやればいいです。ボクシングかキックボクシング、はい。今日はですね何でもそうですが、大学行くのも会社に入るのも、その目的を立てたならば、その目的に向かって走りなさいと、そうすればくだらない圧力、くだらない悩みが起きなくてストレスが上がりません。はい、今日はこの辺りしておきましょう。2週間ありがとうございました。さようなら。